社会人野球のジャバ四国大会は7日、高知、春の両球場で6試合が、あり、JR 九州は終盤の長打攻勢でアークバリアを下して2連勝。NTT 東日本、トヨタ自動車もコールドで快勝し、日本、生命は高知ファイティングドッグスに逆転勝ちした。ビグ戦 A 組 JR 九州2勝 0002-0042-80億戦1アークバリア2敗 J 浜野荒木糸口方吉田牛島あ小玉岡野森高馬場本塁打牛島犬塚以上 J JR 九州は2年目捕手の牛島が豪快な満塁弾を放った。8回1死満塁で打席に入り、甘い変化球を投さずにバックスクリーン左まで運んだ。打線は7回まで2安打に抑えられていただけに、嫌な流れを変えられてよかった、とほっとした表情を見せた。ルーキーだった昨年の日本選手権は攻守でミスが目立ち、初戦敗退。屈辱を味わっただけに今季にかける思いは強い。5打点を挙げる勝負強さを見せたが、まだ、これからです、と満足していなかった。B 組、四国銀行、2敗、0000000000262620×10 三菱日立パワーシステムズ、1勝1敗、7回コールド、4、平山文、岸本、菊池大体が、3、本田長井、津島、本塁打久保、3、C 組、九州三菱自動車、1勝1敗、0000050000、50億2100、3つネイシブルーパイレーツ、1敗、9、白旗、松永、本田林、津、片田、村上、岡村永在間、本塁打岸村、津、NTT 東日本、2勝、1252040、1億4010万1、2、JR 四国、1敗、7回コールド、N、堀、竹内、福田穂坂、高橋、J、浜口、上野、畠山小林、本塁打穂坂、N、B 組、高知ファイティングドッグス、2敗、0100000000、1億51万×6、日本生命、2勝、高、三谷、西川、石井、E、古谷、渋谷安藤、日曜日、藤井古川トヨタ自動車、2勝、1312119000万、0JR 北海道区、2敗、7回コールド、と、火曜、富山小畑、J、福山、金沢中浦、本塁打水野、と、